こんにちは、万山さこです。今回は文字の間にもバラの花を彫るカービングをします。また今回は震災の神戸を元気づけるため中国からやってきてくれたパンダのタンタンに感謝を込めたデザインにしたいと思います。ではここにバラの花を入れていきたいと思います。
今日はこんな感じです。今回の動画は参考になりましたでしょうか。世界にカービングを広めるため、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。